こんばんは、なしめなです。迷宮山脈の緊急クエスト、もう一人の自分を、現在攻略していますが、今回は3番目に行ってみたいと思います。まあ、最初はちょっとモノマネされる敵に面食らったんですけれども、まあ、慣れてしまうと意外に軽く倒してしまう感じなので、やってみたいと思います。フレンドのところはちょっと隠させていただきます。まあ、全員3人で、行くのが、まあ、無難かと思いますね。はい、今回の構成はこんな感じです。はい、ご覧の通りですね。一人、レベル2を入れております。これがですね、非常に大事ですね。参りましょう。やはりお化けがですね、最初攻撃を受けた敵に変身するというのを、まあ利用するのが非常にいいということですね。さて、まずお化けが出てきたら即この、変身させ屋さんをちょっと使います。あーっと、ガードする、ロックと。とりあえずマナーは壊させないようにしてみましょう、なるべく。で、この敵はもう弱いので、これ変身させてしまえば、まあ、いくらでも回復できるわけですね。1しか食らわないですか。これでも、あれですね、変身した敵は、この変身された側の敵を執拗に狙うんですね、こんな感じで。動いた時に、そこのラインに移動してきますから。まあ、そういう仕様みたいですね。はい。さて、ここも、即変身させてしまいましょう。そして、鶴橋くんは、なるべく早めに処理します。で、こんな感じで、また回復する猶予は得られますけど、まあ、現状は回復する必要もなさそうな感じではありますけどね。さて、第3ステージです。あ、いきなり降ってきた。そういうパターンか。で、これ全員ラインで全員配置しておかないと、この後ろのキャラはすごい、もう当然柔らかいので、すぐ死んでしまうので、まあ、それだけ気をつけなきゃいけないですね。さて。あ。さて、これで、運勢順ボスですね。中ボスが出てくるようです。おっと、いきなり前の方に出てくる。これ、モアネットとかに変身されたら非常に厄介なことになるので、まあ、それだけは気をつけないといけない。まあ、この辺は、あ、やばい。あ、大丈夫か。上にいた敵が何かと思ったら、鶴橋くんでした。お化けだったらちょっと危ないんでね。さあ、もうこれ倒しちゃっても大丈夫ですね。マナも結構ありますし。さてさて。あと、上変身だけは気をつけております。で、一回下がります。あ、下からどうしたの？まあ、とりあえず、この、キャラに変身させてしまえば、怖いところはありませんね。まあ、これは、ある意味、いくらでも回復できる状態ですけれども、まあ、マナはあるので、倒しちゃいたいと思います。
さて、いきなりえらい前に来てたの。さあ、壊されないようにツルハシを優先的に倒していきます。さて、壁を作っていきます。下がります。ひたすらお化けだけをケアしていく感じですね。それさえ気をつければ大丈夫だと思います。さあ、これでラストですね。はい、いいですね。あ、間違えた。えらいのですか、たくさん。あー、邪魔だ。マナが壊されてしまう。バネッサ。結構ワンサと出てくるな。また、君か。はい、というわけで、まあ、無事クリアできました。最初は本当にあのモノマネのキャラであっさりやられてしまったので、まあ、びっくりしましたけどね。逆に言えばそのモノマネするという行動が弱点になるわけで、これ弓でもいけるんですかね。一応魔法しかまだ使ったことないんですけど、弓で貫通してしまうってことはないとは思うんで、おそらく弓でもいけるのではないでしょうか。レベル 3になっちゃったから、またちょっと強くなっちゃったのが逆に災いしますけどね。はい、というわけで、無事もう一人の自分をクリアしてプレミアムチケットを獲得しました。もう今はとりあえずこれで、あ、魔物を蹴散らせという緊急クエストも来てますので、これもやらなきゃいけないのかな。これはアルカナの、成長アルカナ4が確かブライブ4だったような気がするけど、これもおいおいやっていきたいと思います。というわけで今回はもう一人の自分の3番目を攻略してみました。ご視聴ありがとうございました。